戦闘訓練のお時間だ。ここは入試の演習場ですが、また市街地演習を行うのでしょうか。君らにはこれからヴィラン組とヒーロー組に分かれて 2対2 の屋内戦を行ってもらう。基礎訓練なしに。状況設定はヴィランがアジトのどこかに核兵器を隠していて、ヒーローはそれを処理しようとしている。ヒーローは時間内にヴィランを捕まえるか核兵器を回収すること。コンビおよび対戦相手はクジだ。 すごい縁があるね。よろしくね。最初の対戦相手はこいつらだ。 A コンビがヒーロー、 E コンビがヴィランだ。 ヴィランの思考をよく学ぶように。これはほぼ実戦。怪我を恐れず思いっきりな。はい。 度が過ぎたら中断するから。はい。デクは個性があるんだな。あの怪力を見たろ。この俺を騙してたのか。クソ、ナードが。その相手がかっちゃんだから、飯田君もいるし、ちょっとだいぶ身構えちゃって。嫌な奴だけど、目標も自信も体力も個性も 僕なんかより何倍もすごいんだ。だから今は負けたくない。あ、いやごめん、浦中さんには関係ないのに。あるよコンビさん、頑張ろう。ここでは悪魔で一致せえと。成績はひいき目なしで厳しくつけるからな。ワンフォーオールはまだ調整できないから、対人しようには。あんなのを人に向けて撃ったら殺しちゃう。フルで回せ。思い出せ。避けてんじゃねえよ。勝ちゃんができならまず僕を殴りに来ると思った。奇襲も戦略。 彼らは今実戦の最中だぜ。中断されねえ程度にぶっ飛ばした。大抵最初に右の大振りなんだ。雑魚で出来損ないのデクじゃないぞ。かっちゃん、僕は頑張れって感じのデクだ。 デク、そういうとこがムカつくな。人は生まれながらに平等じゃない。どうなってる。黙って守備してる。ムカついてんだよ俺は今。気分を聞いているんじゃない。小型無線でコンビと話してたのさ。この確保テープ、 これを相手に巻きつけた時点で捕らえた証明となる。せーの、プルセールだ。浦中さん、行って。よそ見か、余裕だな。確保証明の次は何だ。かっちゃんなら焦ってまた右の大振り。当たり。頭に染み込ませたであろう オタク知識が今警戒されたんだ。作戦立てなきゃ。楽しかったか。絶対。随分と派手な個性じゃねえか。なんかすっげえイラついてる。怖っ。爆豪少年は緑谷少年から聞いた感じ、浦中さんはガムシで僕を狙い撃ち。やっぱりだ。 先兵を出すなら機動力の高い飯田君の方がいいし、彼ならそれを分かってるはず。僕が浦中さんと言ってたらその展開になるし、二人ここでかっちゃんとやり合っても時間切れが怖い。これでいい。僕がかっちゃんに勝つってのが前提の話だけど。
言い忘れてたけど、ガッチャありがとうか、そんなの全然本当だよ。全言、撤回だ。頑張れって感じのデクだ。石ころが発見。ならば僕もヴィランに徹するべきなのだ。俺は至極悪いぞ。触れた対象を浮かしてしまう個性だから、先ほど霧対策でこのフロアのものは全て片付けておいた。俺は悪いぞ。場所は5階の真ん中フロア。ここだけは負けたくない。なんで個性を使わねえ。使わなくても勝てるってか。なめてんのか、デク。もう君を怖がるもんか。俺のバカは手のひらの感染からニトロみてえなもん出して爆発させてる。殺す気か。当たんなきゃ死なねえ。このコテにたまればたまるほど威力は増えていくんだぜ。全力のてめえをねじ伏せる。バクゴク、落としろ。君がやったのか。一体何をしたんだ。チャンス、状況を説明してくれ。核の回収で私たちの勝ち。回収条件は本体にタッチすること。このまま時間いっぱい粘らせてもらうぜ。噴出する爆発、遠距離にも対応できるようコスチュームに要望を出したんだ。先生、止めた方がいいって。バクゴー、あいつ相当クレイジーだぜ。殺しちまうぜ。バクゴー少年、次それ撃ったら強制終了で君らの負けとする。ああ大幅減点だからな。ここは止めるべき。しかし止めた、避けられない。反撃、タイミング、ここネクラマシを兼ねた爆破で軌道変更、そして即座にもう一回。スタだ。もう使うしか。ニドリアもすげえって思ったけどよ、戦闘能力において。だが止めてあげたくない。なんで個性使わねえんだ。俺を舐めてんのか。俺を舐めてたんか、てめえは。違うよ、燃えたいんじゃないか、バカ野郎。ヒーローになる以外でこれは必須なんだろう。デトロイト双方中心。行くぞ、ナラクさん。穴からてめえ使えないから、体が衝撃に耐えられないから、これしか思いつかなかった。ヒーローチーム、なんだよこれは。負けた方がほぼ無傷で、勝った方が倒れてる。勝負に負けて試合に勝ったというところか。保健室へ。アイノー。右、デクは読んでた。読んだ上で訓練に勝つ算だ。そりゃつまり勝ちでやり合っても俺完全にデクに戻るぞ、爆豪。